この貧困、25、これ何番ですか？あ、なんか25項目で改善されたって県が発表されたらしいんですよ。あ、これ全然本当かなっていう、はい、モノレール運転士連結とか。そうそう、モノレールの話もしますか。はいはい、これ左下の緑色のところを押してもらっていいですか、うん、画面の左下の左下、ライブ開始、はい、はい、で、送信するで、すいません、ありがとうございます、はい、すいません、はい、さあ時刻は午後7時を回りました。大沖縄の時間でございます。この番組は県内のですね、若手、自民系議員というんですかね、保守系議員がですね、はい、週替わりで放送しております。ですね、MC が毎回変わるというか、毎週変わるという感じですかね。県内の、はい、若手の議員がですね、来て、MC を務めて、いろんなお話をしていくという番組でございます。お相手、進行は FM 技能山内と、そして今日はこの方です、どうぞ。はい、皆様こんばんは。こんばんは、浦添市議会の大城翼と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、大城さんは最年少ですかね、はい、そうですね、今のところまだ最年少、27歳になったところです。27歳で、何年前ですか、出たのは。1年半年前ぐらいなので25です。当時25の時に当選、させていただいて。すごいですよね、はい、25歳でまず選挙に出ようという、はい、あっという間でしたね。のがすごいし、はい、通っちゃうっていうのがまたすごいんですけども、はい、さあ今日はですね、そんな、大城翼さんと一緒にですね、はい、まあ本当にいろいろあります、実は今、はい、日本で見るともう災害だらけ。そうです ね、さらに沖縄では選挙だらけっていう。選挙だらけ、はい、恐ろしいですね本当に、はいはい。統一地方選が今週の、日曜日、日曜日ですね。大変ですよね本当に、はい、もう県内各地、ほとんどの地域で統一地方選挙、議員選挙が行われてますけど、うん、主だった年でやってないのは大城さんの浦添と那覇ぐらいですかね。那覇、糸満、あ、糸満もか、まあ、嘉手納もなんですけど、うん、それ以外の地域はもうほとんど今もやられてますね。ですね、まあそういったお話等々、うん、今日はですね盛りだくさんでしていきたいと思います、うん。さあこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 さらに、ツイキャスでもご参加ください。コメント随時拾っていきますのでよろしくお願いします。さらにですね、サイマル放送も行っております。お手元のスマホでも聞くことができます。パソコンでも聞くことができます。ぜひご視聴しやすい環境で聞いていただければと思います。さあ、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾の、とても景色の綺麗な FM 宜野湾のスタジオより、この後生放送で8時までお送りしていきます。皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。元気ですか？久しぶりですよね。まあ小座でチラッと会ったか。小座でチラッと会いましたね。なんか久しぶり。会いました。僕ですか？うん。小座来たでしょ、最近。はいはいはい。ラジオですか？そうそうそう。斉藤さん、行ってきますか？ね。はい。どっちめっちゃ目立ってるけど。あ、そうですか。うん、目立つのは目立ってます。後輩ですか？いや、あいつさん、もう、10ぐらい上です。なんか関係あるんですか？僕兄貴が林さんとこういう関係があって、それから僕の選挙も司会とか手伝ってもらって、そのあれで
はい、お手伝い今も入ってるんですけど、あの人隠しって、あ、違うの、はい、もうそういうちょっと見られ方してるんですけど、そう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 、一応もう全部話して、うん、違うの人なんかもう自分はこういう考えで桑井さんと桑井市長にもやって亮太郎さんにも話して、へえ、そうなんだ。そうじゃないとダメです。ねえ。僕は中立。中道です。はい、やっぱそうですね。僕は議員はやっぱ地域のことですから、あんまり。僕はあれですね、その時の権力握ってる方についてきます。うん、はい。さあ、お送りしている番組大井沖縄でございます。本日のお相手進行は FM 宜野湾山内と、そして、はい、浦添市議会の大城翼です。はい、翼さんに来ていただきました、はい、ありがとうございます。はい、 FM 宜野湾自体久しぶりですか？そうですね、1ヶ月ぶりですかね。あ、そっか、僕と会うのがちょっと久しぶりですね、はい、そうなんです、はいはい、ですね。ですね、コメント来てるのでこっちからちょっと紹介していきたいと思います。はい、大塚健二さん、あ、シュプレームさん、こんばんは、ぜひ今日も参加してください。そして大塚健二さん、25歳で志したのは何がきっかけですか？ああ、そうですね、まあ、25歳当選させていただきましたけど、まあ、きっかけは20歳超えての選挙を、うん、いろんなところでまあ選挙をお手伝いさせてもらって、はい、そこで、まあ、いろいろ若いので、はいはいはい、いろんな運動員として駆り出されるわけですよ、青年会のつながりとかね、そういったことがもう何年も続きながら、はい、まあ、最初は政治に興味はなかなか持てなかったんですけど、自然と持つようになって、はいはいはい、まあ、いつしかこのなんで、まあ、若い人が、うん、20代の方がこれだけ選挙に動いているのに、うん、20代の議員っていないのかなとか、はいはいはい、少なからずもう子供も産んで社会人としてやっていく年なので、うん、はい、うん、20代の若い議員もいていいんじゃないかなというのがきっかけで、そこからも勉強して、うん、みんなに役に立ちたいっていう、まあ、きっかけとしては反発ではないんですけど、うん、あいてもいいじゃんみたいな。そうです、そうです、うん、はい、そしたらもう俺がなってやるみたいな。はい、そうですね。あは、さらに大塚健二さん、議員になる前となってからは変わりましたか？力を入れていることは何ですか？あ、そうですね、はい、まあ、変わったことというと、うん、まず生活がまず変わったのと、はい、まあ、境目がどうしてもオンオフの境目が分からないとなる時がありまして、はい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 、夜例えば友達とプライベートで食事をしていても、はい、近くに知っている方がいれば、うん、もうそれはもう、まあ、仕事と同じように挨拶に行ってね、挨拶に行きますし、うん、また何て言うんですかね、そういったふうにプライベートは変わっていったのと、うん、まあ、あとなんか考え方とか変わりましたか？考え方も、うん、やっぱ個人、僕個人の思いとか意見も大事ですけど、うん、まだ経験不足なんで、はい、これだけに走ってしまうとずれてしまうんで、うん、まあ、この辺もなんて、まあ、もう考えながらですね、常に、うん、まあ、できるだけ多くの声を集めるように。なるほど、はい、っていう感じで、まあ、力入れてることも、もうやっぱり、まあ、できるだけ地域に顔を出すとか、はいはいはい、まあ、なんていうんですかね、相談を
多く集めるために、うんうん、そういういろんな方と交流を持つとかですね、うん、もう日々そういったことで頭がいっぱいではないんですけど、はい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 、やることが意外といっぱいあるなと思ってます、うん、議会とまた地域活動は全然違うので、はいはいはい、その辺もですね。例えば浦添今議員じゃないですか、はい、浦添のこの中でここを変えたいとか、うん、今ここが問題だけどこうしたいとかってありますか？そうですね、まあ今浦添市は子育てに関しては、はい、とても改善がなされて、はい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 、まあ、子育て世代が住みよい町っていうことで、うん、言われてまして、もう平均年齢もまだ39歳40歳ぐらいなんですよ、県内でも一番若いんじゃないですかね、うん、っていうことで子育てに関しては割と他市町村に比べていい部分はありますけど、うん、やっぱ高齢者に対してのサービスが今もう少しまだ欠けてる部分があるんで、うん、ここをなんかですね、地域と連携して、はいはいはい、お年寄りのサポートをですね、うん、やっていく支援がないかっていうのをいつももう最近ここ1年議論、また今年は福祉の街って松本市長が、うんうんうん、宣言しまして、はい、もう高齢者に対しても福祉に対しても力を入れていこうということで、松本市長はすごいですね。やっぱりこのハード面も今はもうすごいやって、はいはい、でそういったソフト面地域づくりっていう、そうですね、ねえこともやって、うん、今どこでも課題になってるじゃないですか、その地域づくり、はい、宜野湾もそうですけど、はい、そのあたりをねやっぱこう福祉の街っていう打ち出すあたりがやっぱりすごいなと思いますね、うん、なんか本当に、うん、市長らしいなっていう思いはありますけど、ね、でも大城さんがそこに目を向けてるっていうのもすごいなと思いますよ。やっぱり地域の声を集めてるってさっきおっしゃってたけど、うん、はい、やっぱそうなのかなと。そうです ね、結構地域に、うん、抱えている課題っていうのは、はい、行政になかなか届いてない部分があるなって感じてですね、まあ、大きい部分はまあ、みんなが思っていることなんで届くんですけど、うん、もう小さな課題っていうのは意外とたくさんあるなっていう、もうどこ歩いても課題だらけで、うんうんうん、これを処理するのがですね結構まあ大変だなっていう感じで、うん、高松マリーさんも来ましたね。大城さんこんばんはということで、さらに大塚健二さん、子育ては他の地域とどう違うのですか。さあ踏み込んできましたが、子育ては他の地域とどう違いますか。うん、浦添、例えばですね、はい、浦添市は11の小学校がありますけど、はいはいはい、その11の小学校各小学校の近辺に児童センター、うん、ああちゃんとあるんだ。全部整備されていて、これまあ新聞にも、先日載ってたんですけど、うんうん、今まあこういった児童センターを、作るために国が補助金を下ろすって、うん、はいはいはい、そういったことはもう浦添市は整備を終えて、うん、第2段階で、はい、うんうん、第2段階でそこでじゃあ大学生を呼んで、はいはいはい、ボランティアで小学生に、学習、うんうん、勉強を教えるとかですね、はいはいはい、今そういった取り組みを構築させようとですね、うん、地域と連携して、あすごいな、やっぱ先進的ですよね、うん、そうですね、こういった、まあ、他市町村にはないところは、うん、そういった、まあ、うん、子どもたちの支援については充実してるかなと思いますね。なるほど、うん、確かに課題はいっぱいあるでしょうが、そういったこう、うん、いいところっていうのはかなり先行ってますよね、はい、そうですね、ねえ、はい、すごいなあ。さあ、シュプレームさん、本会議では会派に所属していれば一般通告質問の機会が与えられると思いますが、初質問は何をしましたかこれすごいね、今日の質問。初質問ですか、はい、まあ、1年前ですからね。初質問は確か、うん、まあ、教育長が、うん、まあ、僕らと初めて同じ就任が同じだったので、はいはいはい、教育長の教育観についてだとかですね、はいはいはい、この辺結構、まあ、教育長
の権限っていうのが意外とありまして、はいはいはい、まあそのようなこととかですね、どのように今の教育長は考えているのかとか、はいはいはい、まあ、あとはまあ、それこそまあ地域の上がる課題、うん、はい、例えば、子猫ちゃんの地域にいる野良猫ちゃんの被害、はいはいはい、まあ、これを改善するにはどのような方法があるのかとかですね、うん、なるほど、まあ、そういったこととか、うん、あとまあ先ほど言った、うん、学習面、子育て支援、うんうん、ここをまあ充実させるように、うん、第2段階としてどのようにやっていくのかとか、うん、この初質問の時ってあれですか、誰かと何て言うんですかね、地域の方 の、 その質問を受けたり、はい、こんなこと言ってとかっていうニーズをやっぱり出したんですか。そうですね、それこそもう一番最初でありましたので、地域の自治会長さん役員さんにご相談して、はいはいはい、地域の問題を一つ、はいはいはい、でまた、学校教育の中でそういう学童問題とか、はい、児童センター問題、はいはいはい、そのようなことから一つ、あとまた部活動に対しての、うん、課題とかですね、はいはいはい、そういったことを挙げましたね。お、まあ、最初なんでも一人で考えて緊張しました。緊張しました。また何も右も左も分からなかったんで、はいはいはい、トップバッターでやったんですよ。そうなんだ。まあ、もう細かく言うと議場でどこでお辞儀をして、ね、分かんないですよね、あれ。、まあ、なんか作法ありますもんね。作法ありますから、ね、まあ、そういったもう、うん、イメージしながら、はい、受け答えを緊張しながらやっていましたね。眠れなさそうだけどな、はい、さあそんなシュプレームさん、浦添市の学童クラブは立地施設面指導員などは充実していますか。あ、そうですね、浦添市の学童今日も議会で、うん、議論なされましたけど、今議会中なんですか。です、はい、今日から一般質問始まりまして、はいはいはい、充実しているかっていうことですけど、はい、いやちょっとまだ課題が ありますか。あります、一応、まあ、今日の発表でいきますと、はい、まあ、今の段階で25人の待機児童が学童は浦添市はあるっていうことで割とまあ少ないです、はい、ですけど、割とというかかなり少なくないですか、うん、応募、まあ、それ以外にも本当入りたいけど、うん、この申し込みをされていない方とかですね、うーん、溢れている状態ではあります、はい、なので次の整備は、を考えている学童も、うん、もう 2,3 箇所あってですね、またそれに対して、うん、補助金がいくら下りるのかとか、うんうんうん、こういった問題がありまして、うん、新聞にも先日浦添市のこと報道されて、はい、補助金が降りるはずが降りないとかですね。あ、はいはいはい、まあ、そのこともちょっと解決はしましたけど、うんうん、そういったことで学童問題もありますね。浦添はですね、皆さん今とても元気な感じがするんですよね。はい、そうですね。どうですかその辺、やっぱ松本市長のリーダーシップとかもあるんですか。あると思います。なんていうんですかね、周りから、はい、周りの市町村の方から言われますね。浦添市なんか元気あるよねって。そうそうそう、まあ、言われてみれば来年3営も来ますし、うん、また運動公園も、うん、ANA、がまたネーミングライツで命名権と取りましたし、セブンイレブンの工場も来ますし、うんうんうん、ホットモットの工場も来ますし、うん、西海岸も開通して、うん、まあ、楽しみでありますね。楽しみですよね、うん、で国道も幅が広がるし、はい、なのでインフラ整備も今整いつつ、そうそうそう、インフラの整備もねプラスして、だからそういった地域福祉もすごい新聞に載るじゃないですか、うん、はいはい、だからすごいなと思ってですね、うん、シュプレームさん、子どもが学童クラブにお世話になっていた時、保護者会の役員をしていたので市や議会に陳情に行きエアコンを設置してもらいましたが大変でした。学童クラブの指導員の待遇はかわいそうなほどでした。いい指導員なのに辞めていっ
く人が多かったということで。ああ確かにそのような相談も何度か指導員の方から相談されております。あは、はい、この辺はやっぱり大城さんは今から改善していくという、なんか結構まあできることが限られていますけど、はいはいはい、そうですね、ここも今から非常に大きく問題としてなってくるのかなと思います、保育園の待機児童だけではなくてですね、この学童、次に来るのはもう学童なので、課題ですね。課題、はい、なるほど、はい、分かりました。それではですね、今日のラインナップいきたいと思うんですが、まずはやはり昨日の未明ですね、6日午前3時8分ごろ北海道で地震がありました。はい、はい、今現在、今日の朝までの状況だとですね、5人が、亡くなったということなんですが、土砂崩れもあったりしてですね、北海道内295万戸が停電したという。そうですね、はい、うん、もうなんていうんですかね、関東の台風に引き続き、北海道地震、もう今も復旧作業で停電が、半分ぐらい、今140万戸ぐらいでありますけども、本当に、防災対策も含め、やっぱ自然の力っていうのは怖いものがあるなっていうのを痛感させられましたね。させられますね、はい、さあ、お忙しい中ですが来ていただきました2週連続、はい、那覇市議会議員の大山です。なんかダンディーですね今日も。大山さんいつもね出だしはダンディーなんです。はい、出だしだけはダンディーです。はい、大山さんもね、自衛隊出身ということで、はい、この台風と関西の台風来ましたね、はい、と、もう本当に連続する形で地震、この辺りのこの続き具合というかどうですか。そうですね、やっぱりこの準備をしてもですね、はい、なかなかそれを超えるのっていうのはとっても難しいなというところも、ありますし、大体この僕が災害派遣出た時も、はい、想定とかですね、はいはいはい、計画を大体超えるんですよね。超えますね、はい、だから今北海道がその地震が起きた時に電力なんかうまくやれば大丈夫だったんじゃないの、はいはいはい、って言いますけど、実際多分訓練とか、本当にそのこの電圧の分配をこの計画その停電させてとかいうのが、なかなかこのできないというか、実際に本当に停電止めることもできないですし、なので、その辺になると本当難しいなっていうふうに思いますね。これ本当に毎回そうじゃないですか、想定を超えてくる。そうなんですね。で、想定を超える中で、やっぱりどれだけ私たち個人個人が準備できるかとか、はいはいはい、ああいったところですね。うん、で特に、その辺には僕も北海道に知り合いがたくさんいて、はいはいはい、大丈夫かって言ったら、僕の知り合いは全員大丈夫で、薬屋さんはですね、はい、冷蔵庫が止まったら薬がもう全部ダメになるとか、あとはもう透析の人とか、大変大変とか、うん、それはいいから知事選頼むとか、逆に元気づけられたりとか。なるほど。ただあれじゃないですか、そのお金をかければそういった想定いくらでも上乗せはできるじゃないですか。そうですね。でも限られた予算の中でやらないといけない。そうなんですよね。え、で防災のものって基本的に災害が起きないと活用されないっていうか、そうで、そこですよね。だいたい値段が高いんですよ。はい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 。例えば電力をどうにかするってやっても結局ハード面でお金をかけないといけないわけですよね。そうなんですよ。じゃあかけてこなかったらどうするのっていうのも、ただ人命が大事だしね。この間の
対応力ですね。例えば、火力発電所はこう100何十万キロワット、あここは、まあ、ほとんどあそこだったっていう話で、まあその中で、じゃあ他のところもっとそのなんていうの、北海道電力はちゃんとこの分配をしてやれば、ね、なかなかそう言っても燃料を運ぶのもお金かかるし、船でつけるのもお金かかるし、でもそれをやってると結局電気代上がっちゃうと、なんで電気代上げるんだみたいな、はいはいはい、まあ人間ってわがままですねっていう風になるんですけども、やっぱり何かあった時に命が助かる助からないっていうのは、この最小の、まあ、投資っていうか、まあ、予算をかけて、まあ、最大の効果を得らないといけないので、やっぱりこう日進月歩、この防災に関する技術っていうのは上がってる中で、どの新しい技術を取り組むのが、例えば那覇でと取り入れる技術と、はいはい、この宜野湾で取り入れる技術っていうのは、地形も違いますし、そうなんですよね、人口の分布も違うので、やり方違うんですよね、だからちょっとその問題になるかどうかはあれですけど、変な話、台風で、関西国際空港が、はいはいはい、水浸し、ね、水浸しになって使えないってなった時に、あれ那覇空港に置き換えたら、もしあれ那覇来てたら、はい、那覇が同じ状況になってたんですよ、はいはいはい、おじゃあ他どじゃあ金田にするのとか、もしもっとこのただ地震と台風と津波が一緒に来るかもしれないと考えると、はいはいはい、じゃあ普天間なのとか、ただ要はそうすると普段の生活ゴーあそう 音の問題だったり、まあ、そもそも飛行機があんまりその、ね、家の上を飛ぶの気持ちよくないとか、まあ、その辺のこの折り合いをつけるというか、まあ、それこそがまさに政治かなと。なるほど、まあ、いろいろやっぱ防災になったら考えさせられますけど、残った人がこの犠牲になった人ですね、30年7月豪雨もそうですし、台風21号もそうですし、で今回の北海道の地震もそうですし、やっぱり残されたものがこの、まあ、亡くなった方がいる、怪我された方がいる、はいはい、家が流された方がいる、その人たちのこの残された教訓っていうのを、やっぱその他の自治体っていうのは汲み取って、まあ、それぞれの土地に生かした形で防災の計画を作ったり訓練を作ったり、まあ物を作ったり、まあお金がかかりますけど、まあインフラを整備したりと言ったようなことが、まあそれぞれの土地に必要なのかな。でなおかつそれがですね、普段から使えるようなものであればなおいしそういいなみたいな。それはやっぱり技術力が上がるとどうにかカバーできるものなんですかね。例えば、熊本の益城町かなの体育館っていうのは、今ですね、経済産業省とか資源エネルギー庁っていうのがあって、そこがゼロエネルギービルとか、ゼロエネルギーハウスっていう、要は断熱とかをきっちりやって、はいはいはい、非常に少ないエネルギーでランニングを回しましょうっていうのがあるんですね。で、まあそういうようなところにやっぱりそういうような新しいものを入れたりとか、まあ、那覇市も市民会館の話はありますけど、はいはいはい、まあ、どこまで防災能力を持たせるかとかで、やっぱ新しく今から建てるんであれば、やっぱ50年後ぐらいには、まあ、大体コンクリート50年ものって言われますので、はいはいはい、50年後にもう、ああこの建物あってよかったね、よく使えたね、でも災害はその50年が来ないかもしれないですよ、ね、でも同じようなものを50年後建てた時に、本当に100年に1回200年に1回の時にそれが活用できて、でなおかつ普段から要は体育館だったりコミュニティ施設として使えるようなものがあるのであればいいんですけど、それはその時代にあったこの政治家とか、まあ、建築屋さんとか、まあ、建物に関してはですね、人が頭に汗をかいて、やっぱ残していかないといけないと。なるほど。
ね、防災はどこも難しいですよね。大変じゃないですか。浦添はいかがですか。そうですね、防災、自主防災とかは、組織とかは、もう浦添市においては防災計画とありますけど、うん、やっぱ地域に浸透してるかっていうとそうでもない感じもしますし、はいはいはい、やっぱ対応力とか、うん、そういったことがいつ起こるか分からないんで、すぐ瞬時に対応できる、うん、みんながその認識ですね、どこに避難する、うん、その対策等をですね今一度この促していく必要があるなと、うんうん、思ってはいますけど、まあ自然の力って怖いなって本当に思いますね。なるほどね。さあ、CM の後ですね、沖縄ではもう選挙です。大山さん、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。なんかいろいろあった感じがしますが、はい、まあね、知事選についていろいろとお話ししていきたいと思います。はい、それでは一旦 CM です。知事選大丈夫ですか。大山さん話していいですよ。なんか疲れてますね。明日が宮古島一泊で入ってきます。あ、そうなんだ。え、事故ちょっと自衛隊の方々に僕の1年間の姿勢報告を、市に飲み会を開いた時にたまたまなんか佐喜眞さんの決起大会が宮古島まであるんで、うんうんうん、もしかしたらそのまま来てもらう、もしかしたら、まあ、OB の人にちょっと集まってもらって、うんJC の討論会の動画見ましたよってシュプリームさん。あれ見たんですか。僕見てないですよ。もうね、今ね、テレビもネットも見れない。自分で投稿はしますけど、うん、人の見てる暇がないです。こう見てないんですよね。3人見てないってすごいですね。まあ、基地問題でしょうね。高松バリーさん、こんばんは。スプリームさん、こんばんは。いやなんか毎日3時とかですね。うん。4時とか。3時よろしくね、よろしくね。お金のため。大変だね。40万ぐらいかな。今もね、行く飲み8月飲み行ったり飲み行くけど飲み行かな、飲まないですよ。あ、はいはいはい、多いですよね。そう、沖縄の選挙って夜ですか、ね、さあお送りしております。大井沖縄でございます。時刻は、午後7時32分もうすぐ33分になるところでございます。本日のお相手、ですね、進行は FM 沖縄山内と、そして浦添市議会大城翼と那覇市議会の大山です。大山さんね、いろいろと大変みたいですが、さてさてさて、沖縄では県知事選が9月30日に投開票されますが、その前に地方統一選挙、地方統一選挙ありますね。はい、そうですね。お二人は、お二人の地域はないということで、ないですよね、今週は来れたということですね。はい、はいはい。宜野湾、まあ、このね、FM 宜野湾のある宜野湾市も、9月の9日、9日、あさって、あさって投開票。もうね、はい、すごいですね、やっぱり、にぎわってますね。そうですね、選挙カーで結構すごかったですよ、交差点、うん、もうお手振り隊がいたり、はいはいはい、うん、今回の選挙、宜野湾27議席ですか、27議席の29人の立候補、うん、はいはいはい、少数激戦で、うん、はあ、大変な選挙だなと。大変な選挙ですよね、はい、でも那覇は6
40の議席に対して67って多いのも大変です。ですよね。あ、なんかいいこの前のこの前の。あんなにいたんですか。はい、すごいな。じゃあそんな、ですね、統一地方選のちょっと話題いきたいと思うんですが、はい、ですね、これは琉球新報の記事でありましたが、この統一地方選に伴い琉球新報が、アンケートしました。候補者の中でですね、女性議員を増やす改善策として、どうですかということで、男性は育児支援ルームの設備など議会内の、支援拡充を最優先に掲げたが、女性は議員の男女比の制定とか、政党が女性候補者を擁立など、およそ6割が社会的な、環境整備の必要性を訴えたとのことです。このあたり、お二人男性ですが、女性の立候補者がですね、宜野湾は一人なんですよ。あ、一人、うん、少ないなと思うんですが、浦添市は3名です。まあ、今現職は3名です。那覇は分かんない、いっぱい、もう頭がいっぱい、頭がいっぱいいっぱいです。頭がいっぱいいっぱいっぽいですね、今日はね。いつものこのキレがないですね、大山さん。大丈夫ですか。今日もスローカーブで。OK です。まあね、よんなよんな、まあ、やっていただければなと思うんですが、はい、この辺どうですか、女性議員増やした方がまずいいという意見は。そうですね、僕は増やしてもいいかなと、うん、思いますけど。女性の声も大事ですし、はいはいはい、今のそうですね、うん、僕は別に女性枠とかではなくて、はいはいはい、結果的に女性が多いね、うん、少ないね、うん、例えば、うん、女性がいないと、うん、女性の声が届かないかというと、はい、そうでもなくて、うん、女性の人が男性でも女性でも議員にいるので、うん、まあ、要はこうやってちょうだい、ああやってちょうだい、うんうんうん、こうしないと困るよっていうのを言っていただければ、うん、女性の声が少ないというのと男性、女性議員が多くないといけないっていうのはイコールではないかなっていう気はしますね、うん、はいはいはい、僕も思いますね。特別そのなんだっけ、男女比の制定とかはいらないんじゃないかな。そうですね、うん、自然と今増えてくるような感じはしますよね、もうこれからね。え、はい、まあ、なんかいろいろね、世の中の流れだし、世の中、じゃトランスジェンダーはとか、うんうんうん、じゃそういう人のそのね枠やるのって言ったらと、うん、ただ台湾とかは国会にその民族枠ってあるんですよね、うんうん、民族枠っていうのは、その 原住民っていうのがその、うんうんうん、なんとか族とかいう枠もあるんですけど、うんうん、台湾3割女性みたいですよ。そう、まあ枠を作っているのか、視察行った時に3割は女性っていう聞かされましたね。まあ大山さん言うね、結果的に増えればいいんですけどね、うん、うん、まあ分ける必要ないのかな、うん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 、なんかいい人いいこと言うかそうじゃないか、うん、やってくれそうかやってそうじゃないか、うんうん、がやっぱ基準なので、うん、男性女性はあんまり僕は気にならないっていうか、うん、だったら女性代表で立ち上げてこの人が全部女性のことを言いましょうっていうのが僕は社会的な流れかな、うん、だから女性枠を作ることが決して、いいかっていうと、うんうん、あとは男性枠を作るっていうのもどうかな、うん、要は例えば男性が男性枠で落ちましたと、うん、女性枠当選しましたと、うん、そういう人を比べたときに政治力で見たときにですよ、うん、男性の方が、まあ、数値では測れませんけども、うんうん、上だったりとか、うん、その逆で女性は落ちたけど男性は受かった、うん、でもその女性の方が政治手腕がすごいある、うん、っていうふうに、まあ、なるのか、うん、ってなるんだったらもう僕は特に地方議員50何パーセントやりたくないっていう人がやりたくないじゃなくて、なんかその、ね、うんうん、大変っていうのもあるので、結構あれですよね、今議員になり手も少ないって言われてますからね、うんうん、極端な話、女性議員が手を挙げなかったらそこじゃケツでやるのとか、うん、
だからもうそれを考えないで、うん、要は男性女性だからではなくて、女性の気持ちが分かる男性、男性の気持ちが分かる女性とか、まあ、おしなべて分かる人が当選した方が僕はその市区町村民、県民、うん、国民のためになるのかな、うん、そうですよね。だからやっぱり一番この政策聞いてちゃんとこう意識してですね、この人どんな人だろうっていうので、うん、女性だから男性だからとかではなく、うん、そういった方向で、投票していただけるといいと思いますけどね、うん。高松真理さん来てます。私も大山さんに賛成ですと来てますよ、はい。高松真理さん女性だけどやっぱりそういうのは感じるんですね、うん。まあもちろん一つの意見に一個しか答えがないわけはないので、うんうんうん、まあ、いろんな答えあるので、うん、まあ要は目的ですよね、議員の何人の仕事のってなった時に、うんうん、まあそうなった時は一般市民が強くなればいいんです。女性が、なるほど、あんたちゃんとやりなさいよってね、大山さんに、うん、とか翼さんのケツ叩いて ね、そうですね、うん、何してんのあんた、そう、あんたもっとこれやるって言ったじゃないのやりなさいよ、そうそうそう、はい、分かりました。意外と結構言われますよね、うん、結構言われます結構言われます、ね、あの翼さん言われそう、言われます若いし、うん、もっとこうしてっておかしくないみたいな言われますよ、ね、言われそう、言われそう。一番困るのが、はい、給料上げてほしいって言って、それはちょっと会社の方にまあでも要は経済の活性化だったらそうですよ、ね、まあ意味はあるんですけど、うん、消費税が高いって、いやそれはね国会議員の仕事なんだよね、消費税なんとかしてほしいな大山さん。さあさあ行きますね。知事選の話ですが、佐喜眞さんがまず最初に公約を発表しました。はい、はい、この後デニーさんも多分、公約発表するという流れになると思いますが、うん、まあでもなんか10人ぐらいいるらしいですよね、噂によると。そう、今5人ぐらい表明してるみたいですけど、うんうんうん、これなんでまた急にポン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 、いや注目されてるから、いや立候補するのにあれはないですから、うん、求めることないです、本人の意思ですから。でもお金払わないといけないですよね、うん、そうですね、まあ、だから何を目的なんですかね。いや知事になりたいんでしょう、うん、え本気で、いやそれは本人に聞いてもらわないとまあ立候補、はい、要は投票するのに、はいはい、要はその縛りがない権利と一緒に立候補するのにも、うん、あの要件を詰めてればできますので、はいはい、そうですね、うん、まあ投票率上がればいいですよね、たくさん立候補していただいて、あ、はいはいはい、それにつながってくれればもうとても、うん、よろしいですよね。まあ、10人でまあポロってね、まあ噂はね、はい、いやでもね、なんか予想って10人なるんじゃないか、過去最多の人になるんじゃないかっていう話ですよ。でもねたまにね都知事選とかなるとなんか、ね、そう出ますよね、あの個人名はあんま言えないですけど、うん、あのニコニコしてる人とか、はい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 、はい、あの要は戦国武将に名前が近かった人とか、うん、いろんなね、あの発明家のボヨンボヨンちゃんボヨンボヨンの人とかね、うん、たくさん出るので、あれはあれですか、やっぱり名前が売れるからですかね。もういやどうですかね、それは本人に聞かないと分かんないですけど、うん、うん、まあ宣伝効果強いですからね、うん、ね、そう、まあ、ぜひとも皆さんも立候補私が書いてあるんだという方はしていただければいいと思います。なるほど。お二人はこの前ね JC 昨日でしたっけ、あ一昨日かな、 JC のこの討論会が行われましたが、シュプレームさんも見たということですがね、その討論会、佐喜眞さんもこれシュプレームさんです、佐喜眞さんも、デニーさんも何か足りないイメージしか残らなかったなあということですが、お二人はこれはもう見ていないという。はい、申し訳ございません。申し訳ないです。僕も見てないんで、もうどうしようもないですけど。やっぱ地方統一選の他の応援とか、うん、行ったり、やっぱり県知事で、うんうん、な、まあ、私、うち那覇の那覇市長選もありますので、うん、まあ、その準備を。そっか、那覇市長選もあるんだ。はい、大変だな。そうですね。昨日市長選もありますし、同日。なんか気づいたら、2日に1回
あれなんか満タンしてたっけみたいなあるんですよね。なるほどね。まあまあお二人にもじゃあ争点、この県知事選争点っていうか、うん、そもそも争点っていうのはやっぱりどんだけこの県民が理想とする沖縄と共通するかなんで、うんうん、争点はですね私たちは作るわけじゃないんですよ。はいはいはい。あの県民県知事選だったら、うん、県民の皆様が、はいはいはい、これやってほしいなとか、うん、その要はアンテナをの感度があるかどうかなんで、うん、あの要は争点はこれですあれですっていうのは、うん、それこそちょっとおかしな話かなっていうのは、はい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 、争点はその時のその人が決めるので、うん、個人によっても違うということですよね。そうですね、うん、当然あの基地のところを争点持ってくる人もいれば、うん、いやいや子育てだろうと、うんね、いやいや今の経済だろうと、うん、そうそうそう立場によってだいぶ変わりますから ね、うん、要は建築屋さんだったら、うん、やっぱどういうのを建てていくの、うんうん、どういう街づくりするの、うん、やっぱほぼさんとかだったら、うん、この保育の問題どうするの、うんうんうん、学校の先生だったらこのね要は最近ブラック企業じゃないですけども、ね、本当に休みがない、うん、これどう改善するの、うん、まあ要は別の不確定な見方すればこと少子化に対して沖縄県はどう対応するのとか、うん、本当に待機児童がいっぱいいるからって保育園どんどん作るの、うん、これ何年まで使えるのとか、うん、そういったようなやっぱ個人個人の悩みに対して、うん、訴えかけをすると、うん、まあ、要はじゃあ保育無料化しますと、はいはいはい、なった時に、うん、保育無料化って言って多分18歳とか20歳ぐらいの人ってあんまり、まあ、お子さん入れれば別ですけど、うんうん、いやそれよりも、うん、就職就職、うんうんうん、Wi-Fi とかなんですよね、うんはいはいはい、でも30歳ぐらいになると、うん、子育てだったり医療費になるでしょうし、うんうん、それよりやっぱり50、60、70になると、うんうん、じゃ あの高齢者の扱いってどうするのって話、はいはい、これはなんて言うんですかね、人によって違うので、うん、そこを見極めれるかどうかっていうのもその候補者の、うんまあ、センスというか、あはははあ候補者 のアンテナの張り方、アンテナの張り方、ね、でそこが一番、最大公約数で、うん、興味があるところが争点です。なるほど。そうですね、だ争点を見極めきれるかどうかなんですよ。うーんで僕はやっぱりその沖縄の明るい未来を描けるか、うん、この人だったらこの人だったら、うん、要は立て直しが効けそうだ、まあ、同じ市区町村でもやっぱりいろいろ回ると西原は財政がもうちょっと厳しいとか、うん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 、要は給食費が500円上がったところがあるとか、はいはいはい、まあ、いろいろありますんで、うんうん、まあそこをやるのか、うん、ただ、うん、無理なことをやっぱりあまりは言えないのでですよね。現実的にいかないと、うんうん、基地問題はもちろん争点に、まあ、なると思うんですけどね、うん、こちらもここも向き合いながら、うん、あの今回は暮らしとか先ほど言われた経済とかですね、うん、このここが抱える問題にもういかに明確に、まあ、説得できるかっていう、まあ、言うように争点を見極める選挙になるのかなって僕もですね思いながら、うん、あのこの選挙ですね訴えていこうかなと思ってますね。なるほどね、うん、あのメディアはなんていうんですかね、この今までの流れ今年に入ってから、うんまあ、去年からの流れを見てるとメディアが争点に従っていることじゃない、うん、この判断を、うん、僕ら一般市民がですね、うん、一般県民がやってるように感じはするんですけど、うん、そのあたりいかがですか、うん、まあその通りじゃないですか。その通りだと思います、ね、だから争点隠しだって、はい、隠してないんですよ、うん、そこが争点にならなかっただけですっていうふうに僕は思います。うんそうなんですよね。争点に全くなってないかっていうとなってると思いますよ、うんうんうん、ただ
それよりもメインではないっていう、そうもっと大きな問題が、あその市区町村、うん、で沖縄県にはあると、うんうん、そうなんですよ。高松マリーさん来てます。シングルイシューではなさそうな、難しい言葉ですが、要するに一つのものではないよと。うん、そうですね。もう名護の市長選挙もそうで し,、うん、でしたしね。あれだけ基地問題の問題がありましたけど、やっぱ暮らし優先っていうことで名護市民は判断していただいてですね、うんうんうん、まあでもいろいろ多分人の思いがありますので、うん、本当だったらそれ辺を市議会議員とかが細かく歩いて、うん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 、いやこれがなんか最近声大きいですよとか、うん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 、っていうのも、まあ、市議会議員の仕事というかうちの地区はですねこの問題が結構あるんですよ。あ、なるほどね、うんうん、結構この声聞きますよって、うん、で意外と政治家の人に、うん、市議会議員でも、はい、お願いするのって、うん、結構壁が一般の方からしたら高いんですよね、はい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 、なんでそう思うかって僕がそう思ったから、うんうんうん、でもなってしまうと、うん、いやちょうだいちょうだいなんですよ。もう何でも解決するよ。そうなんだ。そうすると、うん、ちょうだいって言ったらだいたいくれないんですよね。その時に、うん、ある全然関係ない時ですよ、選挙とか、うんうん個別訪問というかピンポンして、はいはいはい、あお世話になりましたこの地区でやってる大山でございますと、うん、何か問題ありませんかって一対一でいくと意外とえそういうのもやってんだしますよ、うん、いやここのさ保育園のさ上隣の学校からボール飛んでくるのどうかしてちょうだいとかへあそうなんですねって言ってソロの資料を作って役所に行って、うん、いやこういう問題あるみたいですよ、うん、ちょっとなんとかなりませんかねっていう話をして、うん、でまた歩いてるとあのさここの泊まり消えてるでしょ飛び出してさいつも事故りそうなるのもう一回引いてちょうだいとか、うん、分かりましたって言ったらこれ警察行ったりとかなるほどあのさここ壊れてるの直してよねって言ったら要は市道か国道か県道かで行くと違うんですよ。でも一応対応すると国道でも行く駅行きます。うーん国道はまだ当たったことがないですけど県道はよく当たります。へ、うんうん、僕も一つありますね。あ学校あこの運動場から風で吹き荒れる土で洗濯物が汚れてまあ赤土だったんですよね、はい、赤土から砂に変えてほしいところですね。結構お金かかりますねいやそこでほら芝を植えますと。そうですねいややっぱりねそのまあ前もねこの話になりましたが、うん、この統一地方選の議員さんたちは、うん、本当にこの市民目線というか。そうですね、あとは、うん、一番は人柄ですよ、はいはいはい、この人ちゃんとやってくれるかなどうかなで、うん、特にそうですね僕も人柄がよろしいので翼くんもあ、もっと言って翼くんも一年生議員なので。あ、はい、大山さんもそうなんだ。そうそう、うんうん、なのではっきり言って分からないことたくさんあります、うん、勉強させられてますね。なので私応援したんだからちょっと聞いてよってそれは言う権利って言ったら変だな、はいはいはい、気軽に近くの、うん、全国のラジオで聞いてる皆様も、うん、そしてそこにいる皆様もぜひともそのまま気になればね行って、もし選挙事務所の近くにあれば今から車も横につけてあんたに投票するけどさこれってことでやったよねって言ってもそれは全然 OK ですよ、ね、意外とやっぱ市民の皆さんっていうのは見ていますし、うんまあ、今回の県知事選挙も、うん、この僕らも自分の地域でマイク持ってまだ訴えますけど、うん、こういったことの何を訴えているのかっていうのもまたぜひ聞いていただきたいです ね、 そ, うですよね。それでやっぱり判断をしていただいてですね、うん、どう変わっていくのかっていうのを具体的に説明説得できる候補者をですね、はいはいうん、選んでいただきたいなと思っています、ね、なるほど。最後にシュプレームさん、ディズニーランドや IR 構想のような餅を使って選挙することを雨を使って餅です、飴です。飴を使って選挙をするようなことはやめてほしいですね。どうですか。
本当にですね、持ってこれるんだ僕はありだと思います。ですよね、本当に持ってくるんだったら、うん、でもねっていうのは、IR はまだわからないな、なんとも言えないな、うんうん、もう一つちょっとひふみさん、初見で失礼かと思いますが、野田家近くの蔦屋の2階入り口にある UFO キャッチャーに大人のおもちゃが堂々と陳列されているのどうにかなりませんか。そうですね、お二人は浦添と那覇ですが、これどうにか宜野湾の議員に伝えていただいてどうにかなりませんか。でもこれこんな合うんですね。いやこれはちょっと、これちょっと普通に問題です。普通に問題です。まあ、はい、そうですよね、これはもう宜野湾の議員さんに言って、そうですね、これはあの、はい、個人名言えませんけど今選挙中なんで、はいはいはい、うんうん、年に野田家の議員さん、あの方に言って、あの方に、はい、ちょっと、うん、そうですね、そういったもうあのもうそういう声を届けて、はい、はあの届けられる議員、そう、うん、でまあ、その議員はしっかり地域に地域ごろから入ってないと耳届かないんですけど、ぜひまあこういったことはすぐ解決できますからね。そう、はい、じゃあはい、お二人よろしくお願いします、はい、さあお時間となりました、大沖縄でございます、お相手は FM 南山内と浦添市議会の大城と那覇市議会の大山です。さよなら、おやすみなさい。失礼いたしました。いやいや大丈夫ですよ、ひふみさん、あれですよね、お二人がちゃんと伝えますよね、はい、もちろんです。あの言うように宜野湾市役所に相談ですね、まずは。本当は多分警察の名、青少年課とかでも、うんうんうん、本当はなんか、もしくは